平和さゆうぴーです。ということで皆さん、今日なんですけれども、すごいまたまたなんですけど、今日もねスターバックスでございます。前回はねアップルパイの紹介したんですけど、もう一個どうしても紹介したいのがあったのっていうか、個人的にすごく食べたくなったのがあって、何かっていうとマンゴープリンです。去年の冬ぐらいかな、スターバックスにプリンが売り始めたみたいな感じで、朝すっげー早い時間7時とかに買いに行って、でやっと手に入れたみたいな感じだったんですけど、今更気づいたんですけどマンゴー味が出てるんですよ。だから今日はこのマンゴープリンをね食べたいというふうに思います。わっ、美味しそう。こんな感じ、黄色いです。美味しいのかな。いただきます。うん、美味しい。皆さんが思い描いているマンゴーの味あるじゃん、あれがそのままダイレクトでボワンってくる感じ。食感はノーマルと一緒で、すごくなんて言うんだろう、言い方悪いけどねっとりした感じ、なんて言うんだろう、スーッとこう口の中に入っていくような、お口の中に優しいプリンっていう感じですね。え、これ予想外、マンゴーの果肉が入ってた。これわかる、マンゴーの果肉、ほらこれはテンション上がるでしょう。いただきます。うわ、一気に高級感のある味になった。うん、果肉があるとさ、どんなものもそうだけど、なんか嬉しいよ。あの感覚に似てる、あの丼の上に目玉焼きがあった時のあの感じ違うかなんだろう、プラスアルファの感動みたいな。これはいい、美味しい。僕の予想だけど、多分これ夏限定な気がするので、マンゴー味だし、この動画見た方はぜひお早めにスターバックスに買ってみてください。すっごい美味しい。ということで終わりたいというふうに思います。今日のゆうぴーの動画でした。さようなら。